そうそうそう、それできるやつ。白飛びして暗くしても白飛びしてるよ。じゃあ霧で真っ白ですけど帰ります。ちょっと冷えてきた。若干霧あると怖いね。抜くないですか？だってなんか。あ、今日じゃねえや。今回は大丈夫だと思ったんだけどな。これでもほんとやばいね。これ根こそぎすぎるわ。下潜ってきたり、潜ってる間に戻ってきたら綺麗に生まれそう。多分あの台風の多分24号の影響じゃないかなとは思うんですけどね、この感じ。まあ GoPro フュージョン360度ならではの説明になっておる、なっているでしょうか。はい、というわけでですね、今回非常にまあイージーなハイキングでございました。あまりこの GoPro フュージョン長く撮りすぎると容量がとんでもないことになるので、この辺で 4K しか撮れないんですか？あ、下げれる下げれる。でもやっぱ最大限で行きたいじゃん。落とすの後でもできますから。そうそうそう。し、多分そんな10分とか見ないと思うんだよね。360度。そうそうそう。あ、これほらほら、あそこのなんかぶち折れてるところ。今多分VR でこっちを見てたら、スマホをグイッとやってあっちを見ると。この丁寧な説明。そして。あっち側を見るとこれいいよね。あっち側もこのなんかこのもやがかかった感じ、ムーディー。ああ、ムーディー。まあそんな感じで、帰りたいと思います。ありがとうございました。うわー。